アメリカ野球殿堂、アメリカ野球殿堂博物館、アメリカ野球で、伝道博物館、ナショナルベースボールホールオブフェームミュージアムは、アメリカ合衆国ニューヨーク州クーパーズタウンにある野球専門博物館。MLB などで顕著な活躍をした選手や監督、コーチ、審判員、また野球の発展に大きく寄与した人物に対してその功績を称える。 野球殿堂を総括している。アメリカを含む世界中の野球の歴史研究や歴史的、記録的意味を持つ資料の収集、展示を目的としている。スローガンは歴史を伝え、偉業を称え、世代をつなぐプリザービングヒストリー、オナリングエクセレンス、コネクチングジェネレーションズ。所在地はニューヨーク州オトセゴ軍クーパーズタウンのメインストリート25番。 6月11日、クラーク財団、クーパーズタウンにあった施設財団が資金的母体によって創設。1920年の禁止法施行、1929年の世界恐慌と相次ぐ経済的打撃から復興を図るために、他地域からの観光者を集める目的で電動博物館が作られた。ちょうど100年前の1839年に、 クーパーズタウンで野球を考案したとされる南北戦争の英雄、アブナダブルデーの業績を称えるためでもあった。しかし、後年の研究でこれは否定されており、ダブルデー自身も未だに殿堂入りを果たしていない。伝道博物館の創設を知った、メジャーリーグはすぐに協力を申し出、博物館の規模拡大や資料の寄贈を始める。現在、 伝道博物館には偉大な選手や歴史的試合のホームランボール、スコアカード、バット、帽子、ユニフォームなどが数多く展示してあり、さらに美術コレクションやオンライン検索が可能な高性能な検索ライブラリーも備えている。他にもクーパーズダウンには前述のダブルデーの名を冠した野球場ダブルデーフィールドもあり、 メジャーリーグの2チームによる放納試合が1940年以来、毎年、電動入りの表彰式と同じ週末に行われて、板が過密な日程に対応することが困難になったため、2008年のシカゴカブス対サンディエゴパドレス戦をもって終演を迎えることになった。2009年以降は、電動入り選手を含めた、メジャーリーグの OB たちによる放納試合、 ザ・ホール・オブ・フェーム・ククラシックの開催が予定されている。野球殿堂は、伝道博物館と、その関連施設だけでなく、そこに名前を刻まれた、選手、監督、コーチ、審判、その他野球の発展に寄与した人々の記念碑的な意味合いもある。2、タイカップ、ベーブルース、コーナス、ワグナー、クリスティマ・シューソン、ウォルター・ジョンソンの5人が、 初の電動入り選手に選ばれてから、どの表彰が終わった時点で74人の投手、166人の野手、23人の監督、10人の審判員、33人の野球発展貢献者の計306人が電動に名前を刻んでいる。その他、フォードシーフリック賞、野球放送に優れるキャスターを表彰するが31人に、J.G. テイラースピンク賞、 野球分野の著作活動に優れる作家を表彰するが58人に与えられいる。2は野球伝道のニグロリーグ野球博物館などに尽力したバック・オニールの功績を称える形で MLB 機構主催による功労賞が創設され、バック・オニール S ライフタイマッチベメントアワード・オニールが最初の表彰者となった。この功労賞は 以後3年後期に受賞者が選出される。電動入り選考の対象となるのは、MLB で10年以上プレーした選手のうち、引退後5年以上が経過した選手。選考対象となった選手は、全米野球記者協会、場の適正審査委員会で電動入り候補者とするか、否かが議論される。候補者として認められると、電動入りの可否を問う投票にかけられる。 場ニ十0年以上所属している記者に投票資格が与えられ、通常25から40人の候補者のうち最大10人までの名前を書いて投票する。得票率75%以上の候補者が電動入りとなる。得票率5%以下の候補者は、その回限りで候補から外される。得票率75から5%の候補者は次年度の審査、選考に持ち越されるが、 10回目まで、2014年までは15回目に75%の得票が得られなければ11回目からは候補から外される。この候補者については、一定期間を経た後、ベテランズ委員会で殿堂入りが審査されることになる。得票率5%以下の候補者の扱いについて、以前は適正審査委員会にかけ直すことで次回以降も再び候補になることが可能であったが、 1990年代、中頃に規定が改正され、場の審査、ベテランズ委員会の審査ともに、かけ直しが不可能となった。2、再度改正され、場の再審査は変わらず不可能なものの、ベテランズ委員会で考慮することが可能となっている。選考対象となる条件は10年以上の、現役生活と引退から5年以上の経過であるが、これは絶対ではない。 過去にはの現役引退直後に、殿堂入りしたルーゲイリュック、現役中に、不慮の事故で急性し、その翌年に、殿堂入りしたロベルト・クレメンテ、現役生活9年で引退したもののに、殿堂入りしたアディジョスの3件の例外がある。この他にもニグロリーグとそれ以前のアフリカ系、アメリカ人の選手や、発展貢献者を対象とした、ニグロリーグ特別委員会がとに2度設置された。 電動入りが決まった選手は原則として自分の過去の所属球団の中から1球団を選んでその球団のロゴを付けた形で電動入りする。複数の球団ロゴを付けることは認められていないものの、球団ロゴを一切つけないという選択は可能で、過去にグレッグマダックス、トニーラルーサの二人がロゴをつけない形で電動入りしている。現役引退から15年以内に場によって。 電動入り選手に選ばれなければ、ベテランズ委員会がその選手の審査を始める。ベテランズ委員会は4つの時代に区分して監督、コーチ、審判、転校権者の投票を行っている。また、19世紀終わりから、メジャーリーグが、ニグロリーグを受け入れたまでの間のアフリカ系、アメリカ人の選手について、空まで選出する権限が与えられた。殿堂入りの選考で、 最も指摘されている問題点はベテランズ委員会の役割と構成である。ベテランズ委員会は元選手などで構成されているが委員が同時代の他選手及びチームメイトの出を優先させるために本来選出されるべき優秀な選手を候補から外しているという疑いが指摘されている。この問題はフランキー・フリッシュが大きな影響力を持ち、 ビル・テリーと共にラまで選出した二人がかつて所属していたチームのニューヨーク・ジャイアンツやセントルイス・カージナルスの選手8人がいずれも早急に殿堂入りさせる必要のない選手だったので強く批判された。体制が刷新された後ベテランズ委員会派とに競技者と非競技者に競技者の選考を行ったがどちらも選出には至っていない。アル・オブサーバーは 今後果たしてベテランズ委員会が殿堂入り選手を選出することがあるのか疑問視している。現在の委員のほとんどは殿堂入りしているものであり、ことさら自分の評価を上げるために殿堂入り選手を選出しようとは思っていないのではないかという見方が出ている。そのため2007年12月にオーナーや GM、選手会委員長などの経営者部門と監督、審判部門で 各10人を候補として、再び投票が行われ、12月3日に新たな伝堂入りとして5人が発表された。1919年のワールドシリーズでの敗退行為、ブラックソックス事件に関わり永久失格となった、ジョージャクソンとシンシナティレッツ監督在任中に、自チームの野球賭博に関わっために永久失格処分を受けたピートローズについて、2人の 殿堂入り選考を行うか否かが継続して議論されている。二人とも殿堂入りに値する経歴の持ち主ではあるが、あでも、ベテランズ委員会でも永久失格者の選考は行わないという方針を継続している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。